鼻水もさ垂れてくるからさやってたの鼻かないでって。花粉症なの。急に来るんだよね、いつも。全然花粉症じゃないとか 言ってるんだけど、いつもその日特定で来るの。だ明日からケロッとしてたりとかするの。みんなが会いに来てくれて嬉しい。でも本当に泣いてるって思われちゃう。嬉しい。本当にしばしばする。肌の調子もね良くなくって、花粉でハブピーリングもあるかもしれないんだけど、まだちょっとね整ってないんですよ、タイミング。あ、みんなもそっか、トーク会の時そうだ、ピーまだかかってて、もっといつもだったらもっと9日とかにやったんですよ。もう10あ5日目でしょ。だからもう終わってるはずなんだけど、まだかかっちゃった。ちょっとタイミング悪かったかも、行くのが。でもあとまだ何回か行かなきゃだから行くけど、気をつけます。そう、タイミングが難しいです。花粉症の時さちょっとなえるよね。はあ、コンディション悪いよって。肌の調子もね、わかる。そうだから休憩の間も目閉じて息しないようにしてたの。目シバシバしちゃうし鼻水も出ちゃうから、もう停止しようと思って目閉じて停止してた。目がしばしば開かないんだけど。明日大丈夫かな。明日生放送です、さとかほラボ。明日雨なの？
辛い。大雨かな。あーでも気温高いならまだよかった。雨でさ寒いってさよくないね。そう完売がねすごく多くてありがとうございますうれしいです。嬉しくて個別ロングトーク会は明日までなのでいすぎるとちょっと喉やられそう。気をつけなきゃ。オンラインの方も現地の方が多いってことなのかな。そういうわけじゃない。でもさあのオンラインの方ってさファンの方がいない時ってさもう iPad しかないんですよ。前にみなさんの顔が見れるのを楽しみにしてます。そう現地に来てくれるのは嬉しい嬉しい。嬉しいよなんで今日こんなにシパシパしてるの。特に左目がうずくそう3月もあと幕張日曜日の幕張とかだったのびっくり。幕張やっぱ残っちゃうかなって思ってたの幕張メッセって。そうだから嬉しかったです。残ってないだと嬉しい。前回はなんだっけ好きになっちゃったは最終の時最終ナイスチスカイエキスポが声出せなかったので気をつけますよ。体調は元気だったけど声がない。もうそれもそれでしんどいなってなるから。ポッドメッセか。目がしばしばする。ツーショット会もあれだった。あカウントダウンが始まってましたね。うん、嬉しい。みんなが来てくれて
大ちゃんの目ここに埋まってるから隠してる。パキパキここパキパキです今。あ、でも弾力あるかも。あー目が痛い。左目がうずくよ。ゴー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 、ティッティッティリッティ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 リツーショットはそうですね、シングルと、あとねえさあロングロングウェイホームの制服はえ、需要ないですか、あれ。私結構似合うなってあのロングロングウェイホームの赤い、ま、丈の短いスカート割と気に入ってるんですよ。あの着替えてからちょっとリップ塗りに楽屋戻って鏡見た時に似合うな思ってる。だってそれもありかな、制服だしね。衣装だからコスプレじゃない、衣装だから合法制服です。ユースコールも着るし、他何着ようって思った時にこの制服着たくないってなった。うん、なんか一日借りれる衣装が一着までだから、まあ、私服と衣装とっていう感じになるかな。ユースコールも着る。鼻水が止まらない。心臓の衣装はね、ちょっと季節によるかな。季節によるかも。ファミリー、 SKE48 ファミリーの相性診断皆さんやってますか。私のあれってどうやってやるの、人を選んで質問に答えるの。私のむずいでしょう むずいと思う。だってさ、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、結構前に提出したので、去年とかに出したかな。一番最後のさあれとかさ、あの日本一か銀河一か宇宙一かみたいな
あ、世界一かみたいな。すごいふざけた。感じの、あ、それかも。そんな感じなので、あの、相性悪くても気にしないでください。私も覚えてないの。お願い、失敗しまする。今日また TikTok 撮ったので載せますね。あれ知ってる？ウィンシュンヨニョ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 ウィンニョ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 チュニョニョニョウィンニョ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 ってやつ。どこだ？中国か。台湾とか上海系の音源なんだけど、なんて言ってるのか調べたくて調べたの。そしたらゴールデンレトリバーがシャワー浴びてシャンプーしてアヒルを浮かばせてみたいな感じの歌詞で、それを動物がいつも踊ってるんですよ。ワンちゃんとか猫ちゃんとかがウェンシュンニョ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 ワンニョンニョニョニョンって踊ってて可愛いと思って撮りました。今日猫ミームじゃないと思う、あれは。そうなのかな、どうなんだろう。でも近いかも。猫ミームはさ、飼い主さんにさ、こう手持ってさ、ジュ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 って踊らされてるじゃないですか。けど私が見た「フェンヨ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 ン」ってやつは動いてた。AI じゃないな、 AI、 あれは何だろう、アニメーションみたいな。あ、そう、一回あれかも、インスタのストーリーにさ謎の猫ちゃん載せたじゃないですか。そんな感じ。ああいうの見るのすごい好きなの。猫ちゃんとかワンちゃんが踊ってるのとか、ジャンプミスってるのとか見るのめっちゃ好きで見てる。あ、また投稿しますね。最近は割とほぼ毎日投稿しているので、そう、できない日もあるんですけど。基本的に投稿してるので、投稿したい時間帯に携帯を見ていたら投稿しているので。あとね、8期の猫ミームはね、2つしか残ってないです。
そうですね、6時、7時、8時くらい。あ、今日のさロングトーク会とかのご自由先着受付のポストあるじゃないですか、 X のポスト、あれ気づきました？背景合成してるの背景合成しました。背景ちょっと大丈夫かなって思ったから切り抜いて自然に見えるような背景を自分のフォルダから探して合成しました。気づきましたか？あの背景はハロフェスの日の背景です。私の下に私がいるの背景だけ写真撮ってないからさ、私の写真の上に私を合成して背景を使いました。そうなの、みんな気づくかなと思って。そう、縁がある。カホオンザカホだよ、レアな写真、合成なんてめったにしない激レアです。載せれる感じになったらあれします、またメールで載せますよ、本来の。そう、 iPhone の機能で切り抜いた、あ、違うかも、アプリかも。そう、私のね左肘から私の腕が出てるの。見てみてください。ちょっと甘い合成が甘いです。やっぱクロワッサンじゃないとな、隠しきれんわ。 iPhone ある写真の人物を長押しすると切り抜けます。コピーとかできる。眠いよ、ペジペジブズル。眠いっていうよりシパシパだ。画像作れます。皆さんもぜひあのカホリンのトーク会や握手会、ツーショット会のあの宣伝画像を楽しみ、あ、 SE ないかもね、 FSE。よろしくお願いします。なんかあったらいいな、ハッシュタグとか。帰り道考えてたけど浮かばなかった。ちょっといいハッシュタグとか思いついたら言いますね。そう、メールがさ、メールの返信がリーベメールなんだけどさ、リーベメールのハッシュタグを初めて見た方が、私のメールって分かんないかもって
最近思ったの。シンプルにカホメールとかの方がその返信というか皆さんのメールの感想を見て、どんなメールを送ってるんだって気になってくれる方もいるかもしれないから、水平リーベのリーベ撮ってたんですけど、そう、僕のカホメールとかにした方が分かりやすいかな。カホメールはさ、ちょっとさ、もうちょっとアレンジ欲しくなっちゃうじゃん欲張りだから。そう、だからそういうもうちょっと分かりやすいように、私すぐさこう凝りたがるからさ、もう凝りすぎて伝わらない時もあるんですよ私がね。だからそのなんだろう、こう分かりやすい単純なことってすごい大事だなって最近すごく思って、変に凝りすぎないように心がけてるんだけど、こうどうにかしてひねれないかってやっぱ考えちゃうんですよ。だから単純のこうシンプルさ、分かりやすさの大切さをやっぱちゃんとこう薄めてはいけないって思ったからそう、もしだってさ知りたいってなってもさ、こうリーベメールとかさ、こうなんだろうってなったままになっちゃうのも、うん、もったいないのかなって思って、うん、工夫するところもだし、ちょっとその辺最近悩んでる。なんかの時にすごい思ったの、あ、美容院でシャンプーしてもらってる時に思ってたんだよね、なんか、うん、考えてた。カホリンっているんですよ、他のグループに。どこだっけな、日向坂さんにカホリン多分いて、そう、結構ねずっと考えてるの、こうここはこうよくできないかとか、ここはひねりすぎてないかとか、そうめっちゃ考えて。そうなんですよ、結局検索するのは里カホだからやばい、里カホのが分かりやすいのかなって最近すごい思うの。いや、むずい、難しいと思って、そう、でもカホリン好きだしなサトカホも好きだけど悩んでます。そう、そうなんですよ、コールがね、カホリンコールめっちゃ好きだからう
ちょっといろいろ考え中です最近は。というわけでランキング見ます。1位あー、2位ポポポ、3位バババババ、4位ササ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 、あ、なんか多かった。5位ジュ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 、6位ノノ、7位マママ、8位ヒヒヒ、9位ワワワ、10位トトトト、11位エエ、12位ミミミ、13位ミミ。誕生日の皆さんもありがとうございました。目しばしば落ち着いたんじゃない。ほうほう。というわけで個別オンライントークの5時受付は明日の12時お昼でおしまいなので、皆様お急ぎ、このあとこのあと行ってみてくださいはい、というわけでお付き合いいただきありがとうございます。本当に乾杯たくさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。配信も見に来てくれて本当に至れり尽くせりありがとうございます。メールも見てくれて、感謝感激ひでき、ハッピーバレンタインバイバイ。